のハマスタを見て、いいよな、こんないっぱい入って羨ましいよ、感慨深層に語る村田と内川。草、当時の彼らはいろいろあったからな。感慨深いな、こうやって二人ともハマスタでニコニコしてるのが奇跡や。セカンド村田、ショート内川、懐かしいな。やっぱ浜の2枚看板といえば内川村田なんよ。ご視聴ありがとうございました。